日々の指針、30日の指針。いたずらに心配の思いを相手に投げかけるのは、かえって相手に負担を負わすことになる。心配の思いを出す前に、相手にも守護霊、守護神がついていて、守っていてくださるのだ、という方に目を向け、相手の天命が全うされますように、と祈ることの方が大事である。